いつもお世話になってます、立花です。今回なんですけど、いつも私のルーティン動画のコメント欄を見ると、立花さん健康的ですね、こんな生活がしてみたいなっていうコメントが多いんですけど、ちょうど2年前、私がまだ工場で働いていた時は全然そんなことなくて、むしろザ不健康みたいな朝の過ごし方をしてたんですけど、今回は工場勤務時代の当時の朝の過ごし方を再現していきたいと思います。こらー、ただいまのお時刻が朝の9時12分です。私は当時交代制の仕事をしていたので、今回は夜勤明けの朝の過ごし方をご紹介します。とりあえず起きますか。こらー、夜勤というか遅番と呼ばれてたんですけど、だいたい家に着くのが深夜の2時45分とかでした。朝起きたらすぐに朝ごはんを食べます。で、料理は一切しません。仕事を辞めてから料理を覚え始めたって感じですね。今日の朝ごはんなんですけど、ウーバーイーツではなく、アニバナさんが昨日スノボから帰ってきてお土産を買ってきてくれたんですけど、これは群馬県の荻野屋の鶏飯ですね。当時はやっぱりあるものだとか菓子パンを食べることが多かったですね。すごい釜飯になってますね。横川駅荻野屋、中を開けると、あら美味しそう。ちょっと温めますね。そばの時は昼の2時45分から夜の2時15分まで残業込みで働いてました。会社から家に帰ってきてだいたい2時45分、そこから風呂入ったり夜食食べたりしてだいたい3時半ぐらいに寝て、今9時頃起きるって感じですね。新粉もついてました。美味しそうですね。しっかりと黄身を割りほぐしてと、あら美味しそう。これ見たらわかる、うまいやつですね。じゃあいただきます。うん、あら、なにこれ、トロットロの卵と鶏飯の相性が抜群なんです。うん、おしんこも。おそばんだった時は1日4食でしたね。結構力仕事だったんで、じゃないとお腹空いちゃって、夜中も帰ってきたらカップ麺とか冷凍食品とか食べてたんで、一番体重あった時55キロとかでしたね。うん、来月から4月なんで、新卒で就職するって人多いと思うんですけど、やっぱり社会人の最初は大変ですね。覚えることが多すぎて。で、だんだんと仕事を覚えてきて、ある程度仕事に慣れたなーって思ったら、仕事がつまらなくなります。工場なんて特にそうなんですけど、ある程度仕事に慣れてくると、変化しない日常が続くんで、社会人になれば学生と違って使えるお金が増えるんですけど、学生のアルバイトと違って責任がのしかかってくるんで、正直辛いですね。当時はジョアとかよく飲んでましたね。朝ごはんを食べ終わったらベッドに戻ります。たまにジム行ったりしてたんですけど、ジム行ってから仕事行くとすごい疲れちゃって、なんなら仕事も筋トレみたいなもんだったんで、温泉とかもたまに行ってたんですけど、これから仕事があるのに温泉行くと全然リラックスできなくて、昼ぐらいまでベッドでゴロゴロしながらスマホいじったりってのが多かったですね。夜勤の時とかはモンスターに頼ってましたね。お昼ご飯までゴロゴロしたいと思います。お昼ご飯前に朝シャワーを浴びて着替えます。今から気分転換にお昼ご飯を買いに行きます。ほうは、や、やっほー、ウィフィマック買ってきたので食べていきたいと思います。まずはマックフィズピンクレモネード。じゃ、いただきます。あら、なにこれ、さっぱりしてて美味しいんです。続きましてこちら、厚切りスパイシーベーコンてりたま。分厚いベーコンが入ってますね。じゃあいただきます。うん、あら、なにこれ、肉厚ジューシーで美味しいんです。
辛いって書いてあったんですけど、全然辛いの苦手な人でも食べれる辛さだと思います。続いてシャカシャカポテトのスモークチーズ味のポテトをチーズ入れて、すごいいい匂いになりました。いただきます。うん、あら、なにこれ、チーズが香ばしくて美味しいんです。うんうん、プラス30円ならこれつけますね。氷の量がすごい。ほぼ氷ですねこれ。お蕎麦の時は出勤前に気分転換で外食することが多かったですね。やっぱり交代手当で周りの人よりは多く給料もらえてたんで、全然節約とか考えずにストレスを食にぶつけてました。当時は一人でいきなりステーキによく行ってて、多い時は月に20回行ってました。そしたらお金なくなっちゃって通うのやめました。ほら、コロちゃんにはこっちあげるから。マックのポテトよりこっちの方が美味しいでしょ。モテちゃんだ。今だいたい1時なんですけど、ここから約1時間夜に向けて仮眠を取ります。遅番の週はコロちゃんとの散歩行けてなかったですね。全部母花さんに任しちゃってました。仕事を辞めてからはコロちゃんと触れ合える時間も多くなりました。いや、おやすみなさい。それじゃあ行ってきまーす。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。工場で働いていた時はこんな感じの生活スタイルでした。早番の時のモーニングルーティーンってなると、これとまた180度違うんですけど、早番の時のモーニングルーティーン見たい人いますか？ぜひコメントで教えてください。お父さんは交代制の仕事ってやったことありますか？